はじめちょろちょろなあかぱっぱ赤っこないてもふったとおるな。およ、お目覚めになられたのですね、主様。私は偉大なるアメス様によって派遣されたガイド役、名前はコッコロと申します。どうぞ以後お見知りおきよ。主様をお守りし、おはようからお休みまで、ゆりかごから棺桶まで、誠心誠意お世話をするのが私の役目でございます。何なりとご用命を、主様。おや、キョトンとされておりますね。ぶしつけではございますが、あなた様のお名前をお聞かせ願えますか。うむ、よかった、私のお仕えする主様で間違いないようです。よもや人違いなのではなどと疑って申し訳ありません。ご不快でしたら何なりと罰をお与えください。無知で打たれようが何をされようが私は一向に構いません。アメス様からの託宣によると、主様はほとんどの記憶を失っているようなので、わけがわからない状態でしょうけど、私がお導きしますのでどうかご安心を。お腹すいた、お腹すいた。はい、心得ております。お昼時ですしね、主様がお目覚めになられたら召し上がっていただこうと、私ご飯を炊いておりましたから。はーい、ご飯、ありがとうございます、ありがとうございます。お腹が空いて死んじゃいそうだったんです。ごちそうになります、いただきます。どちら様でしょう。見ず知らずの私に美味しいご飯を恵んでくれるなんて、いい人たちですね。一生恩に来ます、ありがとうございます。いや、恵んだというか気づけば食べられていたというか。ああ、主様のために用意したご飯が一瞬で消え失せましたよ。なんなんですかあなたは。私は、いや、それよりもあの子、あなたたちのお知り合いですか。あの子とおっしゃいますと。うー、助けてー、魔物が、大量の魔物が追いかけてくる。おや、なんだかえらいことになってますね。どなたか存じ上げない方が魔物の大群に追われています。どうしましょう、主様。魔物の群れはこっちに向かってますし、無視もできません。ちゃちゃっと片付けてきますので、二人は避難してください。今助けますよ、そこの人。誰、私を助けてくれるの。さすがに魔物が多すぎます。私たちも助勢しましょう。ついでに主様に戦い方をご説明できそうですし。バトルでは私たちがキャラとして戦います。基本的に各バトルは自動的に進行いたしますので、敵への攻撃やスキルの発動はお任せくださいませ。まだ戦うのかな。攻撃をしたり受けたりしているうちに、青いゲージで示されている TP がたまります。
TP が溜まると強力なユニオンバーストを使います。 OK と合図いたしますのでご指示をお願いいたします。全力全開、細切れですよ。プリンセスストライクギア、すごいね。ご無事で何よりでございました。あなた、どうして魔物の大群に追われていたのですか？その子っていうより、私を狙ってたんだと思いますよ。その子はたまたま通りがかって巻き込んじゃった感じですかね。ごめんなさい、ご迷惑をおかけしました。あなたを…どういうことでしょう。というか本当に…あなたは何者なのでしょうか。まだお名前すら不明なのですけど。あ、私も名乗ってなかったよね。私ユイって言います。本当に助けてくれてありがとう。あ、はい、私はコッコロと申します。こちらは主様です。私たちどこかで会ったことがないかな。おーい、みんなこっちに来てください。何か倒れてる人がいるんですよ。回復魔法とか使える人いましたよね。あ、私回復魔法は得意です。倒れてる人って。どうしたんだろうこの人。私と同じように通りすがりで巻き込まれちゃったとか。見たところ外傷はないけど、なぜか気絶してる。治療とかお任せしますね。まだ魔物がうようよいるので、私蹴散らしちゃいます。みんなはその気絶してる人を運びつつ避難してください。避難しようにもこうも魔物だらけでは身動きが取れませんよ。お腹ペコペコのペコリーヌ様と仮にお呼びしますね。乗りかかった船です。共に窮地を脱しましょう。おや、ペコリーヌって私ですか。かわいいあだ名をつけられちゃいました。やばいですね。この程度の数なら私だけで軽く殲滅できるのに。うん、助けられっぱなしじゃ申し訳ないもん。私も戦います。私たちも参戦しましょうか、主様。すみません、なんだかドタバタとした出会いになってしまいましたけど、どうかこれからよろしくお願いしますね。ここから始めましょう、私たちの物語を。